皆さん、こんにちは。2020年1月28日、テレビ朝日で放送されている徹子の部屋に俳優の矢野信夫さんが出演しました。その放送では、結婚した妻について明かしています。1990年頃に離婚して以来、当時までも独身生活を送っているといいます。自宅では料理や買い物を行い、一人暮らしならではの苦労があるのだと述べています。今回は、結婚した妻とのことについて、また矢野信夫さんの私生活について迫ってみたいと思います。その回の徹子の部屋では、トレードマークのサングラスを外し、優しい面持ちで登場した矢野信夫さん。この当時84歳でした。80代を過ぎてから挑戦した映画監督について、まず思いを語っています。さらに結婚など私生活についても言及しました。日頃テレビ番組などで口を開くことがないため、その時の矢野信夫さんに注目が集まりました。プライベートにおいて結婚歴が一度あるという矢野信夫さん、詳細について問うと、一番痛いところ、30年一人もんです。いろんなありましたね。まあ僕が悪いんですけど、30年ほど前、1990年頃に離婚して以降は誰とも入籍することなく過ごしているそうです。1990年といえば、矢野信夫さんの年齢は55歳で、俳優として人気絶頂の時でした。僕が悪いんですけどという言葉の真相は語らずでしたが、加えて矢野信夫さんが結婚した妻の名前や年齢、馴れ初めなどの詳細についても触れていません。おそらく一般人ということの配慮でしょう。現在一人暮らしの自宅生活では、一人でスーパーへ買い物に行き自炊をしているとのことです。自炊をしているため得意料理もあるそうです。台所で包丁を握る料理姿は、悪役のイメージからか、なかなか想像しづらいところです。矢野信夫さんが悪役として確固たる地位を築いたのは、こだわりの心得三箇条を持っているからだそうです。それは、媚びない、主役に怪我をさせない、意外性という三箇条です。媚びていては目が死んでしまうと言います。目の奥には常に殺意を持ち、主役を嫌うことが大切とのことです。怪我については、主役はもちろん、自分が怪我をするのも NG です。主役に最高の配慮をしながら、自身の動きを計算しなくてはいけないと言います。ギャングの親分を演じた際、葉巻などありきたりのアイテムで挑まずに、アンパンを食べながら子分に指示を出すような意外性をつくことも大事なのだと述べています。矢野信夫さんの演技に対する思いは人一倍熱く、時には老人ホームや刑務所などを訪問するボランティア活動も行っています。仕事熱心なため、結婚して子供の成長を重視しすぎてしまうと役を演じきれないという思いから、家庭を持つことを半ば断念したとのことです。独身でいることにも矢野信夫さん流の考えがあることが分かりました。徹子の部屋で明かした僕が悪いんですけどという発言は、仕事ばかりに目が向いてしまったことで、妻への申し訳なさから出た言葉なのかもしれません。ちょうど離婚当時、矢野信夫さんは売れっ子俳優として活躍していました。妻と離婚した1990年頃は、矢野信夫さんに数々の仕事が舞い込み、多忙な生活を送っていました。1987年から1993年までドラマだけでもたくさん出演しています。実は矢野信夫さんは甘党でスイーツ男子です。仕事疲れは甘いもので癒していたのだそうです。矢野信夫さん曰く、酒も飲む二刀流。昔銀座に大福餅の屋台があって、飲んだ後に若い連中に、探せって言って買いに行かせてね、甘宮に行くと、あの人甘党なんだってびっくりした顔で見られると言います。確かに矢野信夫さんは大酒飲みのイメージがあります。1990年に出演した9歳の青汁の CM はインパクトが強く、矢野信夫さんイコール青汁といった印象を残しています。青汁を飲み干し、まずいと言いながらも、もう一杯と力強くコップを差し出すといった CM です。2015年には新バージョンが公開され、老けてない、当時と変わらないと矢野信夫さんの印象とともに好評を得ました。
新バージョンではある少年が隣で、ねえ、まずい、まずいの、と問いかけ、柳信夫さんがまずくなあいの、と答えるというものに変更されています。柳信夫さんは30年近くも起用されたことにとても驚いていると話しています。まずい、もういっぱいというセリフは青汁のキャッチコピーとして広まりましたが、実はまずいはもともと台本にあったセリフではなく、撮影現場で実際に飲んでみた時の素直な気持ちが思わず漏れ出た言葉なのだそうです。柳信夫さんがまずいと言っていいかとスポンサーに尋ねたところ、まずいにフォローする言葉をつければ OK と言われ、もういっぱいを付け足すという条件で了承されたといいます。全国放送されたこの CM でユーモアと親しみやすさが伝わり、子供たちが近寄ってくるようになったそうです。9歳創業者で亡き長谷川恒夫さんとは家族ぐるみの親交があったようです。柳信夫さんには初婚の妻との間に子供が誕生しているかは定かではありません。大手メディアも子供について取り上げた記事は一切ありませんでした。ですがなぜか柳信夫と検索すると息子というワードがついてきます。柳健太ではないかといった噂が流れていますが、実際には出どころも不明な不確かな情報です。これについてはあくまで噂であり、柳健太という人が実在しているかどうかも分かっていないそうです。さらに柳信夫さんと顔が似ているので芸人の千原ジュニアさんが息子だと言われたこともあったそうなのですが、柳信夫さんと千原ジュニアさんは親子ではありません。柳信夫さんのヤクザ風のイメージと昔の千原ジュニアさんの小わ表の感じから親子と噂されただけのようです。そして悪役として多くの役を演じるようになった柳信夫さんは1983年にギャングなどの悪党を演じる悪役商会というものを設立しているのだとかと尋ねると、次のように返答がありました。柳信夫さんは現代劇や時代劇でヤクザやギャング、用心棒、凶悪犯など悪役を演じることが多く、そうしたことから悪役を演じる俳優を束ねる悪役商会のリーダーになっているのですが、そうしたことから今も悪役といえば柳信夫さんというイメージが強いのだそうです。柳信夫さんは悪役商会を設立する前から網走番外地シリーズや極道シリーズなどの映画に多く出演していました。しかし悪役商会を設立後も様々な映画ドラマで悪役を演じていたのだといいます。それなので柳信夫さんと悪役商会は日本の映画界には欠かせないものとなっているようです。今も柳信夫さんをはじめとして悪役商会は映画やドラマで大活躍しているのですが、今後も柳信夫さんはもちろん悪役商会に所属している俳優は大活躍していきそうです。さて芸能人がテレビで見かけなくなると病気ではないかとか死亡説が出回ることがあります。一番有名だったのが志村けんさんの死亡説でしょう。柳信夫さんも最近見かけなくなったということを受けてネット上では死亡説が流れたこともあります。そしてこともあろうことか天下の日本テレビが柳信夫さんを個人扱いしていたこともありました。事務所側も猛抗議するのは当然のことです。では日本テレビでなぜ柳信夫さんが個人扱いされたのでしょうか。柳信夫さんの死亡説が話題となったのは爆笑問題が MC を務める爆報ザ・フライデー2015年12月25日に放送された内容からでした。タイトルはあの事件の主役は今大大大追求スペシャルです。番組内で柳信夫さん出演の映画日輪の遺産が紹介されました。死期間近の老人役を熱演しているのですが、演技がリアルすぎたことからネット上では柳信夫さんが心不全で亡くなったという死亡説が広がったのです。番組では東映株式会社に赴き本社前で当時80歳の柳信夫さんを紹介しました。そしてそこから柳信夫さんの原点とも言うべき銀座を散策しています。また手慣れた手つきで料理を披露したり、元気の秘訣はミネストローネとも話していたりと元気であることをアピールしていました。それにしても迫真の演技とはいえ、映画出演によって死亡説が流れるものなのでしょうか。柳信夫さんからすると役者冥利に尽きるのかもしれません。ライブドアニュースによると柳信夫さんが個人扱いされたことの発端は
2016年6月の超頭脳トレードというバラエティ番組内での出来事でした。矢野信夫さんといえば、救済青汁の CM が有名です。商品の売り上げが伸びた例として紹介された青汁の CM に、故矢野信夫とテロップが表記されたといいます。放送中から、死んでないよねとネット上がざわつき始めたとのことです。先ほどにもある通り、死亡説が流れたことのある矢野信夫さんですから本人もびっくりしたことでしょう。矢野信夫さんの事務所は激怒し、やらせ疑惑まで浮上しました。矢野信夫さんの個人扱いに、事務所とすれば怒りをあらわにするのは当然です。前の年には日テレ番組やイベントに出演していますし、テロップが表記された年の5月にも岡山で仕事をしていたといいます。矢野信夫さんの所属する悪役商会のホームページでは急遽、8名は健在で俳優として活動していますとのコメント掲載を余儀なくされたのです。また、番組のミスが分かったのは、放送後のことで複数のメールが届いて知ったとのことでした。あまりにずさんと言えるミスです。個人という誤った認識が広まると仕事にも大きな影響が出るし、勝手に個人にされて失礼極まりなく許しがたいと悪役紹介の担当者も怒りが収まりませんでした。日テレ側では、矢野信夫さんの母親の死亡記事を見て勘違いしたと説明しています。自分はこれまで1300回以上殺されてきたけど、こんな形で殺されるとは、と本人も戸惑いを隠せませんでした。記者が近況を聞くところによると、この時、映画の監督、脚本、主演映画、親父の釜飯と編みかけのセーターの撮影真っ只中でもあったそうです。人の生死に関わる大問題を確認もせず、安易に表示してしまったことは、メディアとしてあってはならないことというほかありません。そしてこの件については続きがあります。広告効果特集での誤報だったことで掲示板サイトに、青汁が売れたらやらせだ、などの書き込みがあったのです。死亡したかのような誤報、やらせ疑惑にまで発展し、矢野信夫さんとしても忘れることのできない苦いエピソードとなりました。先ほども触れましたが、2020年1月に出演した徹子の部屋で16年前に大腸がんの手術をしていたことを明かしています。矢野信夫さんは闘病生活の中、準備万端、いつ舞台で倒れても良いように後輩へ段取りを覚えさせたそうです。今も生きながらえているとも語っていました。そして最近では電車でお年寄りが立っていて若者が座っていると、悪役の顔で凄むというエピソードも披露しています。あの顔で凄まれたら、さすがに今時の若者でも震え上がるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は矢野信夫さんという人物はどういう人なのかを中心に見てきました。矢野信夫さんは81歳の時に映画監督デビューし、この時に脚本や主演も務めました。タイトルは親父の釜飯と編みかけのセーターです。制作のきっかけは、東日本大震災の被災地を訪れた際、出会った被災者の少年の言葉に衝撃を受け、自分にも何かできないかと考えたことだったそうです。映画を作って支援しようと思いついたそうです。蓄えた資材を惜しむことなく投じて作った映画は大好評となり、その収益を被災した方々への義援金に充てることにしました。当時、俳優生活60年を迎えた矢野信夫さん、手掛けた作品への思い入れ、ボランティア精神に常に学んでいることなど、常に学んでいることを生かして生活しているのが分かりました。こうして八木信夫さんは今も大注目されているのですが、今後も矢野信夫さんは悪役としてはもちろん監督としても大注目されていきそうです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。